します。よろしくお願いします。最初に、木下プロ、そして森川陸プロ、マスターレイプロ、プロスタッフの中で大活躍した。はい、そうですね、そうですね、初シード、初シード、1年ぶり、そうですね、大きいの1年ぶり、1年ぶりです。はい、でもね、まあ、テレビご覧になった方は分かると思うんですけど、陸部の、ダンロップフェニックス、はい、日本シリーズとね、素晴らしい負けっぷり、ショップです。ショップから。一番あるじゃない。
直ってんなと。はい、ありがとうございます。木下プロは
アイプロもずっとねアメリカでやってましたので、まあ、困ったことや、まあ、その異国の、はい、まあ、文化の違い、カルチャーショック等があったら聞かせてください。パッと思い浮かないと。そうでしょうか。じゃあ安心でプロからそのまま行きましょうか。 I'm a foreigner to this country, so I find few things very special when I come over here in Japan. Recently, something did happen to me, and it ended pretty funny, so I just wanted to share the story. I went to the driving range with my uncle, but without a caddy or a manager, so I had to take a cab. And eventually, when I was coming back to the hotel,There were no taxis at all. Somehow it was so busy. I waited for about an hour and there were no taxi. And there was one thing. He was an Oji-san. He wanted me to take back to my hotel, which was 5 minute drive back to the hotel, but which eventually took about an hour because he was so friendly. He was willing to show me around the whole city. We went to the castle, we went to the Eki station, a few yumena shokuji restaurant. Yeah, he had lots of fun with me in the car. まあ、英語を分かった方 もだいぶ受けていらっしゃいましたけども、まあ、アンシネさんは日本で、まあ、もちろん外国なのでいろんなことに出くわすんですが、最近非常に面白い経験しました。で、日本でですねドライビングレンジに行きまして、でマネージャーさんとかもなしで行ったん で帰りのですねホテルにタクシーを呼んだんですが、なぜかずっと来ないということ でそのドライビングレンジにですね、親切な、まあ、おじいさんと言ってましたけども、多分まあ年配の方がいらっしゃいまして、おお、じゃあ私がホテル連れてってあげるよと言ったんですが、ホテル5分ぐらいのところだったらしいんですけども、そのホテルに行く前に観光でこの辺でここを見るといいよみたいな、レストランはここだみたいなので、いろんなところで連れ回してあげてですね、結局40分ぐらいかかったらしいんですけど、ちょっとそういう経験がありました。よくありましたね。その講座はナンパをしたんですね。そうですね。気をつけてくださいね。日本もそんな安全な国じゃないんですよ。宮本さんだったら言ってそうやな、監督をすぐ送り届けます。そうですね。じゃあ片岡プロ、はい、英語縛りとかね。僕はですね、僕の失敗談はですね、2011年ほどぐらいになるんですけど、最初アジアンツアーの方に参戦していて、人生で初めて、賞金シードを獲得して、その最終戦もうシードは確定できてたので、少し心に余裕があるというか、そんな気持ちで出た大会だったんですけど、その最後僕の大先輩、アジアツアーを先に戦っていた平塚哲司さんという先輩がいて、平塚さんが僕がまだ全然平塚さんの面識があんまなくてもやもやしているところを食事に誘っていただいて、シードおめでとうということ で月曜日の夜、一緒に食事に行ったんですけど、僕も初シードっていうのが嬉しすぎて、平塚さんにこうどうしても気に入っていただきたくて、もう調子に乗って、遅くまで、お酒を一緒に飲みすぎてですね、なんと次の日電車だと行けなかったっていう心配になります。これが僕の、はい、今のを通訳しますので、飲み過ぎは良くないと思います。飲み過ぎ良くないですよね。ちゃんとこれからは嬉しいことがあっても、はい、試合中は飲み過ぎないようにしてください。そういうことらしいですね。気をつけましょう。よろしくお願いします。アメリカで人の名前を覚えるのに必死で、もう似たような名前の人が多いので、すごい一人仲のいいキャディーさんがいたんですけど、その人を「ヘイマーク」って呼んだら「デイク」だったとか聞いてあって、デイクとかジョンとかトムとかロブ、ね、ボブなんかマイクとかもすごい、もう名前がすごい被るんです。
ですよ。だからそうそうそう、ニックネーム多いですし、だからで、かたやアメリカ人って一緒に人の名前を覚えるので、そのフラーマで一度しかご一緒してない人が次の年にあの私の名前をすぐ会った瞬間に言ってくれたりとか、あの私の友達の話の中に出てる友達の名前も覚えていたりとかするので、その辺がちょっと文化の違いですね。人の名前をこう一瞬で覚えるっていうところでかなり苦戦して、だいぶ失礼なことをいっぱいしました。フロアのね、そういうのはよくあるし、はい、あ、そんなに向こうの人はすごいんだね。すごいですね、はい、1年後にまた同じ、ところで会った時にそうやって名前言われると、ありますよ、ちょっと見技というんだ。回りきこねえよ。早く入れないで。ちょっと安定させてみたいな。僕ですか、はい、僕はですね、今年結構あのヨーロピアンツアーの方に、ずっと行ってまして、まあロストバゲージですね、もうとにかく多い、もうあれば OK っていうところが結構あったんですけど、一番ひどかったのはまあ、ロス、まあ、ちょっと前なんですけど、ロサンゼルスに、アメリカの旧スクール系に行った時に、僕のスーツケースが日本から行ったのにないという、なぜみたいな、チャンさん契約してるのになってちょっと思ったんですけど、でも僕と似たようなスーツケースがこのフード一つだけあるんですよ。あれこれ絶対間違って持ってきてるなと思って、ロスの空港で、はい、でパッて名前見たら読めないな、うん、リターゴーンって読むのかなこれつって、で JAL の一緒に聞いたら、あの日産の会長のカルロス・ゴーンさんの奥さんです。マジで僕のスーツケースを持っていった。取り替えてもらった方がなんか得しそうな。ありがとうございます。ちょっと時間が押してるというシーンが来ましたので、またちょっと最後になりますけれども、まあ、来年の、はい、まあ、目標と、ね、ちょっと、はい、また安心で頃から聞かせてください。Yes, recently finished the qualifying school and.I won't be able to play all the events, but I will be able to play a couple of events and try my best to get re-ranked after the first half of the season. So my goal would be to be able to play as many tournaments as I can next year. So please, don't stick with us. Hi, 頑張ります。最初ちょっと残念ながら来らなかったんで、来年も出られる試合は限りがあるんですが、できるだけ日本でプレーしたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、片岡プロお願いします。僕は今年、結構海外挑戦という年に自分的に位置づけていて、今年は日本と海外がかぶったら結構海外を優先して出ていたんですけど、まあ、それでも海外でなかなかいい成績を残すことができなくて、まあ、日本に帰ってきて、まあ、そこそこ自分のいいプレーができたんじゃないかなと思っています。そして来年は、まず日本国内をまず優先して、空いたところでまた海外でも挑戦したいなと思っています。来年は今年優勝できなかったので、来年しっかり、また優勝できるように、賞金王も視野に入れながら頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、私も引き続き、まあ、自分のスポンサーさんの試合で、まあ、会場に行くこともありますし、まあ、サントリーレディースも、まあ、大会の、カンパニーに名前を添えていただいたので、
まあ、そこでも、自分にできることをしっかりと頑張りたいなと思いますし、またブリヂストンスポーツの方でもアスリートアンバサダーということで東京2020オリンピックパラリンピックに向けて、まあ、チェイスユーズリングということで、アスリートを応援するという形で今応援する側に回っているので、いろんな人、ここにいる選手ももちろん含めて、たくさんの選手が東京オリンピックで活躍できるように一生懸命応援していきたいと思います。今年は僕も、まあ、大ちゃんと一緒でですね、もうヨーロピアンツアーの方に、挑戦してまして、まあ、僕もちょっと怪我が多かったりとか、そういうのがしてしまって、まあ、成績は良くなかったんですけど、なんとかヨーロッパのシードを取れまして、来年から、ヨーロピアンツアー本格参戦という形になるんですけれども、大ちゃんと逆でですね、ちょっと日本にいることがあんまりないんですけれども、なんとか海外から、皆さんにいい報告ができるように、世界中で勝てるように、頑張っていきたいですし、日本はですね、たくさん若手の選手が出てきてますし、フレッシュな、顔ぶれになってます。石川遼選手会長もすごく頑張ってくれてるので、男女とも、またこれからも応援、皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。司会を務めていただいたお二人にも大きな拍手、皆さんお送りください。